はい、インディーズバンドオルムさんのリレコとボーカルのオランです。ルームエイドの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今日は暗い話題になりますけども、YouTube で食えなくなりましたということで。食えなくなりました。食べれんくなりましたか。我々食べれんくなりましたね、はい、我々は、はい、もともと YouTube では食っておりません。はい、そうです。いや、これ最近話題なんですよ、 YouTube で食えなくなりましたって。なんかちょこちょこ私もおすすめの動画に上がってきますね、うん、食えねえ食えねえって言って、いう人たちが続出するっていうね。それって原因として何なんですか、うん、そもそもの再生数が全体的に落ちてるってことですか。まあ落ちるし、広告単価がそのコロナ中よりは落ちるという。まああれコロナ中がブーストすぎてん、あれあの時ってもうおうち時間が多すぎて、うん、YouTube 見る人の数爆発的に増えましたもんね。そうだから我々がもうベストタイミングやってあれ。そうですよね。もうコロナ始まったと同時ぐらいにこう、ね、YouTube やりだしたんやんか、うんうんうん、もう苦しくだって引きこもってすることないやんってなったから、うん、今もうこの引きこもってどうせ引きこもらなあかんやったらその引きこもりを最大限に活用しようぜということで我々は YouTube で、うん、でなんとか今2万人超えてそれぐらいまでなったんですけども、いろいろその増えない YouTuber というのが増えてきてましてですね、それがですね言うたら過激な方向にも行ってるでしょう。あー、うーん、よくあるやつですね。去年か一昨年やったら迷惑系 YouTuber で突撃していく YouTuber がおったり、でその次には暴露系 YouTuber が出てきたり、で今年はですね、あの最近あの痴漢撲滅とか逮捕者出ましたね、うん、逮捕者出たりとか私人逮捕系 YouTuberとか言ってみんな過激な方向行ってそれで再生数を回そうとしてるんですけども、まあそれぐらいこの YouTube で食おうとするのは難しいなっていう話ですね。ちょっと過激なことして目立たないと埋もれてしまいますもんね、うん、もうあの急にコロナでやっぱり YouTube 始めた人めっちゃ増えたじゃないですか。でやっぱりなんかこう出ては消えて出ては消えてっていうのがあるんですけど、やっぱりこうボス的にはずっと多いまんま、多いまんまですね、減ってないですね。ですよね、うん、だって今からでも参入してくる方もいらっしゃいますし、うん、ちょっと何年か前までだって小学生の一番つきたい職業ナンバーワンが YouTuber やったからね。 YouTuber やったからね。今ちょっと落ちてますもんね。もう今もう結構3位以下になってるやろ多分。そうですよね。もうそんだけもう YouTube 儲からへんよっていう話になってきてて、でまあほんでこれから始めるっていうのが全くこれ難易度高いね。いや難易度もだいぶコロナの間に爆増して、ね、でもそこからまたやるってちょっとゼロからやるのはめちゃめちゃきついから、これ、うん、だから我々もうほんまギリギリセーフやって、まあ、そうですよ、スライディングよ、うん、ほんとスライディングセーフですよね、うん、いや俺もそこ俺賢いやろ、あの自分で言ってるけど、自分で言いましたけど、いやでも2020年のあれコロナでもうライブ、はい、我々がやってた、うんうん、いろんな旅館行ったりとか、うんうん、スーパー銭湯でやったりとかいったその興行ライブみたいなのができなく全くゼロになったと。ほんまゼロになりました、まあ、あれ正直焦ったんですけども、うん、でコロナになってこう時代が変わるなこれ思ったんですよね、うんうんうん、あ何にもできへんってなったから、うんうんうん、いやもうこれは逆になんかすげえチャンスかもしれないなと思って、はい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 、ワクワクしてん、ワクワクしたんですね、うん、おうなんか不謹慎かもしれないけどみんながちょっとマジかよってなったりしたのかね。そう、自粛自粛でみんなも家こもらなあかん。いやそうですよ、こもんの言うて俺得意やからいや表出るタイプなんですけど、こもれと言われれば俺だってこうコンピューター人間ですから、まあ、両頭使いですよね、ここさんね、うん、外も行けるし内も行けるみたいな。こもれ言われたらじゃあもうこもってもうめっちゃやったんねんと思ってでアホみたいに3年間ずっと毎日やったわけよ。まあそうですね、毎日ね。その結果なんとかさ2万2000人こんなチャンネルでも2万2000人いって、なんとかこう楽しくできるわけですよね、うんうんうん、でその力をまあ、去年ぐらいからドーンと解放して、うん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 、神戸とか銀座とか、うんうん、で、大阪で我々一応、まあ、ちっちゃいですけど、はい、ワンマンという形で、はい、YouTubeからの集客だけでワンマンをやって、うん、で今度横浜でやるっていう、横浜ですよ。一応そのコロナのあれやってたからよかったんですよ、ね、そうそうだからね、あれやってなかったら今ないですよ、ないですよ、こんなんやっててもその伸び率全然違うじゃないですか、うん、今からってきついですから本当に、ね、
でたまたまそのあれあれがやったタイミングでこの題材ですよね、昭和のあの、うんうんうん、まあアーティストを取り上げて話するっていうライバルが少なかったんですよね、うん、そうそうそう、それも大きかったですよね。あんまりなかったよな、こう、ね、そこに特化して語るとか喋るとか、はい、歌い方とか、うん、あんまりやることがやるチャンネルがなくて、そうですそうです、我々がやりだして結構増えたんですよ、ね、うん、急に増えましたよね、うん、本当に増えて、あ、またこんなこと、あ、同じ感じの人、あ、また同じ感じの人みたいな感じでね、うん、出てきたんで、だって吉本のね芸人さんとかもやってるぐらいだから、はい、なんかたまたまですけど、うん、タイミング全てにおいて良かったですよ、ね、運が良かったよ、狙ったわけでもなかったですけど、うん、ほんま運が良かったなと思います、そこは、そこはね、ほんまに思います。今からってやっぱりこう参入すると非常に難しいんで、だからこう目立とうとして、そうですね、過激な方向走んねんけども、うん、過激な方向で人がちょっとこれ不快やなと思う動画って絶対 YouTube は淘汰していくんですよ、これ必ずなんですよ、うん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 、昔やったら炎上系、あ、はいはいはい、人の悪口言ったりとか、うんうん、炎上系とかで、それがどんどんその YouTube に参入する人間が多くなって過激なことをやるやつが増えたわけ、うんうんうん、昔は少なかったよ、だからまあまあええやろっていうほったらかしになってたんですけども、うんうんうん、増えるとこれはちょっと釘刺さなあかんぞということで、うんうん、YouTube はもうどんどん消去していくんですよ、うんうん、そういう人たちを、うんうんうん、もうこれもこれからずっとそうなっていくと思うんで、そうですよね、でみんなね、あの焦りすぎ、そのなんか短期的に結果出そうとしすぎ、大体失敗しますよ、それデイトレードしすぎやねん一日一日もこう利益出すぞとか言ってもうそこに血眼になりすぎて、でそれをずっとやるやん、過激にずっとやってくると今度自分の感覚がこれでええんやって麻痺してくるんですよね、人間って怖いですね、怖いね、麻薬みたいなもんで、うわ、だからあんな過激になっていくんですね、みんな、そう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 、で過激な動画って何があかんかというと、見てくれる人は多いけどそっからファンになる人の率ってめっちゃ低いんですよ、少ない、少ないですね、だから結局リスクめっちゃ大きくなるんですよ、うん、叩かれる方が多くなるんで、うん、その叩かれるのにずっと耐えていかないとあかんし、うん、で嫌がらせされることも多くなってくるから、うん、それ耐えなあかんし、なんならもうちょっと裏社会の人に狙われたりもするし、そんなとこまで発展するんですか？いや発展するよマジで、あ、それは知らんかったです私、うん、であと国家権力も目につけるやんか、警察とかも、まあ、今回の私人逮捕系なんてもそうやん、そうや、だってあれ警察の邪魔してるやん、うん、だって権限ないですもんね、権限ないし、ね、あのちょっとやりすぎやしとか、うん、で警察の仕事を邪魔してんねん、本来警察が捕まえれたものを邪魔して横からやってる場合もあるし、警察の捜査って非常にその慎重にやるやんか、うんうんうん、あ、そうですね、あ、この人犯人、あのなんかバカボンの、うん、あったやん、あのピストル撃つ本館、あの、うん、なんか、ま、出っ歯の人、そうそうそう名前何やったっけ、あの人みたいにすぐピストル撃って逮捕ってわけにいかんわけよ、たとえ逮捕だー言ってババ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 って、たとえどんだけ弾入ってんねん、そのピストル撃って、たとえ弾撃ち放題やからね、あの人ね、いや、ずっとこうやってますもん、うん、記憶として、そう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 、そういうわけにいかんのですよ、ほんまの警察っていうのは、そんなことやったらもう日本国内もう恐怖政治ですよね、うん、警察見た瞬間撃たれるで、あれみたいなそれほど北斗の拳の世界になっちゃうよ、いや、ほんまそう、ほんまそう、だから慎重にやんねんけども、なんかそういう仕事を邪魔してることにもなるし、そりゃそうですよね、うん、慎重に捜査するみたいに、いや、でもこれでもね、出てきてね、なんか僕らが頑張って捕まえてるんだとか言うんですけども、じゃあ日本全域で言うたら、あなた何パーセントそれやってますかってなったら、もう見えへんぐらいやんか、 0.00000数%みたいな感じですね、そう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 、だから影響力、そういう世の中に対する影響もないわけよ、ただ単に目立ってるだけの話で、そういう過激な方向行くと、多分ね、本人たちも最初からそれをやりたいわけちゃうかったと思うんですよ、うんうん、でたまたまなんかでやってみたら伸びたから、はいはい、伸びた時ってすごいアドレナリン出るんよな、うわーって、俺らでもそうやねんけど、うんうん、やっぱバズった時ってアドレナリン出るのよ、そうそう、ね、でこれやったらええんやって、ね、思っちゃって麻痺して、うん、どんどん過激な方向に、でも私人逮捕系の一、まあ、人逮捕されたら結局きっかけそういう感じじゃないですか、やっぱりこう、うん、いろんな仕事やってて、そう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 、やっぱり食うに困って、うん、YouTube やりだしたけど、たまたま私人逮捕のやつがもうバーンってバズったからそれをやるみたいな、うん、そう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 、ね、意図してないんですよ、そう、意図してないんですよ、それだから、そういう迷惑なことやった人って、ね、やっぱりこう、ね、
絶対淘汰されるんですよ。これ社会がやっぱり許さないっていうか、うん、でも不快に思う人がやっぱ多い限りは消されるんで、うんうんうん、そうですよね。あんまりそっち方向で行くっていうか、 YouTube で稼ぐとまず思わないことやな、うん、YouTube で YouTube の広告収益で稼ごうとは思わないこと、ちょっと感覚がちょっとおかしくなっちゃいますよね、うんうん、本当にでそんな稼いでないじゃん、うん、ほんで彼ら それやったとて、うん、あこんなもんなんやと俺思ったもん、うん、計算したら分かるからさ、うん、まあ俺ら分かるやんか、まあ、そらそうだわ、あのやってる側ですもんね、やってる側やからそら必死になるわなって話ですよね、うん、まあ最高でもここやなって、最低やったらこんなもんやなっていうのが大体分かるからさ、うん、あでもさあんなことやって逮捕されてこの収入やったら割り合わんよねって、うん、普通に勤めてた方がいい、もう全然マシちゃうと思って、ね、か自営業で何かやるかやった方がいいんじゃないと思って、うんうんうん、僕 YouTube はダラダラやるもんやと思ってるんで、うんうん、そのめっちゃハチ巻き巻いてめっちゃ頑張るねって血眼になってやるもんじゃないと思います僕楽しくダラダラと、もう楽しくやりゃいいんですこんなものは本当それやってる人って画面に出ません、悲壮感、悲壮感出る大丈夫この人みたいな、うん、もう出てくるね、いやなんか顔がそうでなくても、うん、なんか言葉尻でそれが出てきたりとか、我々のほら、ね、同じようなジャンルの方でもいるじゃないですか、はい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 、やっぱりちょっと悲壮感出てるみたいなところが、うん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 、あれ出るとちょっとまずいんですよね、なんかこうなんとなく察知するんですね人って不思議と、うん、そうなってくるとなんかファーって離れていくんですよ、うん、大丈夫かこいつみたいな感じで、ね、そうあれはちょっとね、伸びひんから言うてこう愚痴を言い出したりとかするともうちょっと終わるよなって、ね、もうそうですよね、でもなんかそっちに傾倒していくと感覚おかしくなるんで、やっぱりなんかこう、うん、発言とかも、うん、なんかえ大丈夫っていう発言をポロって言っちゃったりとか、うん、まあ、マイナスな発言って ねやっぱり人間ってあんまり好まんのですよ、うん、でそれで人が来たとしても質悪い視聴者が、うんうん、めっちゃ質の悪い、荒れますよね、底辺っていうかもうやさぐれた視聴者ばっかになるやんか、うんうんうん、リスク大きすぎるやろと思うから、なんかもコメント欄荒れたりとかもすごいですよね、うん、そういうところって、だからね YouTube なんていうのは楽しくあのダラダラやるもんやと僕は思ってるんで、ね、はい、我々は別にこれで食ってるわけじゃないんで、はい、これすごいですよ、うち多分この昭和系ジャンルの YouTuber の中で、はいはい、多分効率は一番ええと思うでこういうのもなんやけど無駄めっちゃ省いてますもんね、これバンドマンからしても効率むっちゃいいと思うで、うん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 、あの撮影月2回だけやもん、はい、そうですね、で編集俺やるときってさ、はい、撮影は月2回やんか、うんうん、でまあ6時間6時間ぐらい使うやんか、はいはいね、2人同時やから、はい、だから12時間1日12時間 で、はい、で撮影だけでそれを2回やから24時間なんですよ、まるまる1日分ですね、リンクで言うたら、はいはい、24時間、はい、労働時間がかかってると、はい、でそれプラス俺、編集がね大体30分から1時間以内、1時間は絶対かかれへんから、短いっすね、うん、ペペペペってやってピッてやるだけでテロップなんかいらんしさ、そうか出してないから、嘘つけてないですね、パパパってあかんとこだけカットする、あこれちょっとなっていうところだけカットしてるだけやから、はあはあ、もうそれ出してるやんか、あの30分1時間以内、1時間としよう、大きく見て1時間としよう、うん、でそれをまあ15回やん、うん、月、まあうん、動画出してる本数が、はいはい、15時間、24+15、49時間、50時間で終わってん、うん、全部ランさんも入れた労働時間50時間で今の YouTube 維持してるから、うん、めちゃくちゃこれ効率ええねんか、無駄がないですね、無駄ないんですよ無駄大嫌いですもんね、無駄大嫌いなんですよ、ね、バンドマンとしても効率いいんですよ、うん、うち実は、はあはあ、これマネしてほしいんですけどね、この効率よくするっていうのみんなやったらいいと思うんですけど、うんうんうん、そうですよね、なんか質を追い求めるがばっかりに効率めっちゃ悪くなるっていうのをよく見るじゃないですか、じゃあ質を上げたらどんだけ人数が増えんねんっていう話を、うんうん、そこデータも取っていかなかったね、うんうんうん、あるのとないのとじゃあどんだけちゃうねんって言ったら意外と変わらんかったりすんねんが、意外と量こなした方がもっと効率いいよねっていう話になっちゃうんですよね、我々バンドやってますけども、うん、ライブしてるじゃないですか、いろいろ、うんうん、ワンマンとかもできるようになったんですよ、はい、そうですね、これもあのめちゃくちゃ効率よくやってるんですよね、バンドマンの中でもね、もう僕ら周りのバンドとか音楽やってる人は必死ですから、もう毎日路上ライブやったりとか、そうですね、もうなんかもうどこぞのショッピングタダでねできるとこあるから、もうそういうとこ探してずっと労力かけてブワーってもう何百時間って使ってさ、労働時間で言えばで月に増えたファンが
5人とかまあ、5人もおったらええわ。5人おったらええ方ですよ、こうさん、うん、ほんまにっていう活動してるじゃないですか。もうなんか無駄が 98% で、うん、2% だけが、ね、そうそうそう。でもなんかそれが正しいんだってやる人は音楽業界には多い、意外と多いですね、うん、それを固くなにこう崩さないタイプ、うん、で僕はやっぱりランさんもその生活もあるし、まあ、俺も生活あるし、うん、その貧乏なりながらやんのってしんどいやんか、うん、だから生活もあるんでね、ある程度仕事もできて豊かな心でいつつ余裕がある中で、ね、余裕がありつつ、ね、うまいもんも時々食えるしと、ねね、その余裕がありつつ YouTube もやってワンマンもできるっていう、全部取りに行ったんですよね、うん、全部がこう幸せになるように取りに行ったんですよ、うん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 、ほんでその結果むちゃくちゃ効率化して、まあ、月2人で50時間しか使わん方法で YouTube やってるっていう、ね、はいはい、そうなんですよ。だこれをこういう風にするとあんましんどくないのになと俺は思うんですけどね。 YouTube はそれぐらいに考えてサブ的な要素でやった方が俺絶対ええと思うんだけど、うん、生活の基盤はさ別のことでさ、うん、しっかりちゃんと入ってくるものでやればいいと思うんだけど、それでなんかちょっとみんな YouTube で言う見すぎやなと思って、なんか一本にするというか、なんかいろんなところに手出しといてっていう風にした方が絶対に楽になります、ね、うんうん、まあな、それやると難しいけどな、人によりけでいっぱい手出したらもうどれも全部ダメになる人でもせめて会社員やりつつの YouTube もやる、うん、まあそうやね、働きつつやるのも別にね、いいんちゃうかな、うん、私がそのスタイルじゃないですか、うん、会社員しつつで YouTube やるみたいな感じでやってるんで、めっちゃ効率やね俺ね。この前もう自分で計算してんやんか、数字で計算したらあ俺ら超効率いいやんとかで、 YouTube でもそこそこの収益入るし、ああそうですね、で YouTube の収益は YouTube とか、うん、その自分らのバンド活動に使えるやんか、ね、ほんなら身銭切ってバンド活動する必要もない、うんうん、で知名度もある程度上がる、うん、え何が悪いとこあるんですかみたいなメリットしかありませんから、ね、メリットしかないんですよだからまあ一点集中にならんようにするのが心のなんかこう健康とし健康面でもすごくいいですし、うん、なんかまあまあいろいろメリットは大きいの、ね、だからね、その YouTube でなんかヒットしてて夢見すぎなんですよ。いやそうそう、僕意外とこう見えて夢見てないですから YouTube に。まあ現実的ですよね、うん、地道にずっとやったら徐々に上がるもんやと思ってるから、そんなにもう今すぐこのヒットしてわーってなんてそんな全く思ってないし、自分がその自分たちがその器じゃないっていうのはよく自分が分かってるんで、いいよ知ってますよそれ、いいよ知ってみんなそのちょっと器広げすぎなんですよね、あなた元々のね、これあなたそんなスターじゃないからねって人間単体としてそんな才能ないでっていうただなんか過激やからとかでこう言ってるだけやでっていう、それで有名になったとって、うん、じゃあその身一つでじゃあ何ができるんですかって言ったら何の原因もないわけやんか、その人自身にはね、そう、そんな長く続くわけがない、ね、うんうん、いや世の中もほとんどが凡人なんで、うん、そう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 、凡人は身一つで勝負っていうよりかはもういろいろな何かこう武器を備えて、そう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 、挑まないと、うん、そうもう怪我する怪我する、そうなんですよ、ほんまに武器は持っておくに越したことはないんですよ、ね、みんな結構ね YouTube 始める人って夢見がちなんですよ、ね、いや夢大事ですよ、うん、大事やけど現実を潰さない夢には届かないんですよこれ。そうですよね、夢を叶えるには現実潰さないとあかんわけよ、うん、自分の能力じゃあ今客観的に見てどのぐらいあんねんとか、自分の才能はどうだとか客観的な判断でこう見なあかんねん、足元見なあかん、自分で見たら、ね、自分の物差しで見たらあかん、自分の物差しで見たらこんなんがこんなんなってるから、いやいや結構 YouTuber やってる人それ多いんね、まあ、YouTuber だけならずでもないけどな、まあ、やっぱりみんなちょっと自分のことを、まあ、こうちょっと高く評価したいじゃないですか、私もそうなんで、うん、なんですけどやっぱり客観的にものを見たら大体事故るんで、そうそうそう、何するにしても、うん、そうね、足元見んとちゃんとっていう、ね、そう、足元ちゃんと見なあかんっていうのはそれやなっていうのがあって、だからこの僕らと同じようなジャンルの YouTuber でも多分最初は夢見てたと思うんですよ、うんうん、こうやらなあかん、こうやらなあかん、うん、こうやったらこんな素敵な世界が待ってるんだ、 YouTube 一本でいけるぜとか思ってる人が多分ほとんどやと思うんですよね、うん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 、でもそれをもっと現実見て、ああそうはならんよねっていうところで固く固くちょっとずつ土を固めていくんですよね、でちょっと 領土を増やしていくみたいな、これほんま地道なんですけども、まあ、花から何年もかけて地道にやるぞっていうぐらいの気の方が、うん、あ平和でな長続きするんちゃうかなと俺は思うんですけどね。そうですよね、うん、まあ、人間って突然の環境変化にはもうね対応できない動物なんで、だから僕らも言うて2万人言ったら多分その始めた当初の器やと2万人の YouTuber 維持できへんと思う。いや無理っす、
始めた当初のモチベーションでな、うん、モチベーションとか能力でな、うん、でこれは徐々に徐々にこうほんのちょっとずつ積み重ねてきたからなんか知らんうちにこうなってるだけの話で、ちょっとずつ器もねこうそ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 う知らん間になんかこうああでかなってたみたいな感じでね、そうそうそうちょっとずつやね、ほんなら分かれへんね、自分たちがなんかもう勝手にそういう対応しちゃってんのよね、うんうんうん、知らん間に、うん、だからこれほんまにそのチャンネル登録数1000人ぐらいの時の我々やと、あ今のこの感じではでけへんよなっていうのがあって、まあ、それはもう過去動画見たら一番よくわかんないけどあこの器じゃないとか、ね、差なさすぎてね、いろいろとそう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 ほんまにやっぱり徐々にやっていくと徐々に能力もついてて自分に負担もないからいや幸せなのになと思ってね、いやそうですよ、うん、だからもう YouTube で食えない食えないっていう、もう食えないと思ってやることやな、まあ花からそう思うことですね、と思いますね、うん、もうみんな食えないって他の、まあ、トップ YouTuber でも投げてますけどね、うん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 、まあだからそれで会社やってっていう人も結構おるし、まあまあそうですね、うん、結構最近増えてるからね、商品プロデュースしてみたりとかっていうのがあったりしますもんね、うん、実際、うん、YouTube で食おうなんて特にさその我々レベルの YouTuber なんて絶対無理ですから、うん、YouTube で食うの、うんうんうん、厳しいですね、まあ言うてあのうちあのいい時でそこそこサラリーマンのちょっと部長クラスの収入が YouTube で入ったりとかしてて、はい、今年は少ないですけどね、今年は、ね、今年はせやな、今年はでもあのフルタイムでバイトしたぐらいかな、はいはい、はははフルタイムのバイトしてる、まあまあ具体的な内容で言っちゃうんですね、こうさフルタイムのバイトでちょっと残業入ったぐらいいいかなっていうぐらいは、これそれでもまあ YouTube に入ってくるんで、まあそれを機材買ったりとかいろんなところに回したりとかするんですけどね、まあそういうふうになんかこういろんなことを、まあ仕事っていうベースをまずしてからやった方が俺はええかなと思いますね、まああの安心してできますよね、なんかあの焦ってなんか変なことするとかって嫌じゃないですか、うん、だからねこれ我々は本当にあのいつもね友達から忙しい思われてるんですよ、うん、暇やっちゅうね俺暇やっちゅうねってなんかめっちゃ忙しい思われてんねんけど全然忙しくないで、でもなんか傍から見たら忙しそうじゃないですか、なんか動画の更新もね、うん、なんかもうほぼほぼ、まあ、今は2日に1回ですけど、うん、編集大変そうやなとか思ったりとかね、うん、暇やっちゅう、ね、結構伸び伸びやっとるっちゅうね、毎日喫茶店行ったりとか昼にもうほんまなんか隠居みたいな生活してる、隠居ってでもうそんなもんですよ今、まあうんね、まあ、そういうふうにねなるべくこう時間をこう上げていくっていう、まあなんでこのやり方になったかっていったらランさんがちゃんと仕事したいっていうから仕事もしつつ、うんうんうん、ちゃんと働きつつでこういう YouTube っていうのもあってでバンドも楽しめるっていう、だから3つ取ってるんですよ今ね、それこそもうイケてない3つな、イケてない3つ、うん、そう、美容系のナースと、ね、バンドマンと YouTuber っていうこの終わった肩書きよりにもやってなんでその3つやっとっていう話っすよね、モテへんやつ 1,2,3 って入ってるよ、そうあのちょっとうわちょっとこれはやばいっていう、でも最後の YouTuber が一番ちょっとうわやばい、いたってなるやろ、何してんのやろこれ嫌やな、合コンとか言ったプロフィールプロフィール言うの嫌やな、いやもうでも私は包み隠さず言いますよ、そんなの最後 YouTuber やってます一回やったらええんちゃう、また合コンちょっとあのそのプロフィール引っ下げてどんだけみんな引くか見てみたいわ私は見てみたいわ、誘ってくれる人いますかね、美容ナースでバンドマンで YouTube やってますとか言ってさーって引いていくでえまあでもその3つあかん、このなんかやばい3つできてんのって逆にすごいけどな、いやこの3つの肩書き持ってる人おるんやったらどうぞ出てきてくださいって思いますけど、逆にすごいけどな、はい、まあ、そんな感じで YouTube は食えないという話題でしたけど、はい、まあ、食えると思ったらダメです、そもそもがね食えないもんなんで、僕らは全然そういう気にもならんし、うん、あの YouTube で食ってるわけでもないんで安心くださいということでした、はいはい、ということでこれぐらいで終了したいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします、ではでは毎日見てやー、ありがとうございます、
ありがとうございます。いや今日はドラムの